ようこそサウンドデザインラボへ DK です。今回はもう去年の話は通用しない知られざる電源の新常識やっていきたいと思います。今回の解説のポイントは3つ。1つは供給方法とメリットデメリットで、もう1つはパワーサプライの選び方、そしてあと1つはだけじゃない電源。前回ディストリビュートの解説をしましたが、実は今後といっても近いうちに電源に関して1つ実験したいことがあります。というのもあって今月を電源強化月間ということにして、以前にも解説した電源の話を今一度皆さんにも知ってほしいなと思い、今回の動画を撮ることにしました。ということで今回は機材を使う上での最重要項目電源の話を、どこよりも誰よりも詳しく、またここ2、3年でガラッと変わった最新の話を交えて解説していきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴よろしくお願いします。またこのチャンネルでは機材の使い方や音作りに役立つ情報もたくさん配信してますので、気になった方はぜひ今のうちにチャンネル登録とグッドボタンをよろしくお願いします。ではまずはこちら。まずは電源の供給方法とメリットデメリットを解説します。まず一つ目に解説する供給方法は電池です。これは使用する機材によって様々な形の電池を使うことになりますが、エフェクターの場合主に 006P と呼ばれる 9V の四角い電池を使うことが多いです。そんな電池で電源を供給するメリット一つ目はクリーンな電気を供給できること。電気というと今家電も機材もコンセントから直接電気を供給して使うものが多いですが、コンセントからの供給だと前回の動画でも解説した通りノイズが混じってたり電圧も安定してなかったりするんですよね。ですが電池で供給する場合、機材と電池だけで完結するんで外的要因の影響を受けることがなく、非常にクリーンな電気を供給することができます。ただそんな電池にも一つデメリットがあります。それは電池は使えば減ること。これは言うまでもなく当たり前の話なんですけど、電池は使っていくうちに容量が減って電圧低下が起こるんで、使い始めてしばらくすると音がしょぼくなったり、突然の電池切れて機材が使えなくなったりもします。あと減ったら交換しなきゃいけないんで、交換の手間があったり電池代もかかりますよね。電池代といえば今は充電式の電池もたくさんあって、特に皆さんモバイルバッテリーは1つくらい持ってると思います。当チャンネルでもモバイルバッテリーを使ってパワーサプライを動かすための USB ケーブルを販売してるんですけど、乾電池とモバイルバッテリーを比べてどっちがノイズが少ないかといえば、それは乾電池の方がノイズは少ないです。こちら詳しく解説すると動画が長くなりすぎてしまうんで今回は割愛しますが、一番クリーンな電気を供給できるのは乾電池とだけ覚えておいてください。次に電源の供給方法2つ目はアダプタです。これは楽器用の機材だけではなく家電でもよく見かけますよね。でこのアダプタなんですけど、皆さんいろんな形のアダプタを見たことがあると思います。特に楽器用で言えばこういう薄いものとゴツゴツしたものの2つをよく見かけると思うんですけど、一口にアダプタといっても全部が全部同じものではなく、アダプタは大きく分けてトランス式とスイッチング式の2つの種類があります。これどう違うかまずは回路図を見てという難しい話は抜きにして、トランス式はでかくて重くてすぐ熱くなるけどノイズが少ない、スイッチング式は小さくて軽くて熱くならないけどノイズが出ると覚えてもらうといいと思います。そしてそんなアダプタのメリットデメリットなんですけど、まずメリットとして挙げられるのは長時間使っても容量が減らないこと。こちら電池のデメリットをなくしたと思ってもらうといいと思うんですけど、アダプタはコンセントから直接電気を取ってるんで使い続けても途中で音がしょぼくなったり機材が動かなくなることはありません。そしてメリット2つ目はデジアナ混在ノイズやグランドループ由来のノイズが乗りにくくなること。アダプタで供給する場合基本1つのアダプタで1つの機材を動かすことになるんで、デジタルとアナログの機材を同じボードに入れた時に起こるデジアナ混在ノイズなどを回避することができます。それに反してアダプタのデメリットとして挙げられるもの1つ目はノイズ減になるです。これは先にも話したスイッチング式のアダプタ自体が発するノイズはもちろん、トランス式では機材をアダプタの近くに置くことでノイズが流れ込むことがあるなど、アダプタ自体が一つのノイズ源になります。そしてさらにはコンセントのノイズや、コンセントから機材までのケーブルが何らかのノイズ源に触れることでそういうノイズが機材に流れ込むということも起こります。あともう一つデメリットとして挙げられるのはかさばることです。例えばボードに機材を10個入れたとして、その全部をアダプタで供給しようとするとアダプタは10個必要になります。でも10個のアダプタを全部ボードに入れようとするとスペースがいくらあっても足りないですよね。なので使用する機材全てをアダプタで電源供給するのは現実的ではありません。そこで登場するのが現在電源供給の主流になっている供給方法3つ目、パワーサプライです。パワーサプライのメリットはコンパクトな筐体一つで複数の機材に電源供給ができることなんですけど、これは言い換えればアダプタのデメリットをなくした機材とも言えます。ただなくせたのはかさばるということだけで、アダプタと同じくノイズのデメリットはあるし、パワーサプライって物によってピンキリなんで粗悪な製品を選んでしまうとそれ自体がノイズ源になってしまいます。あとパワーサプライで言うと皆さんアイソレートという言葉を聞いたことがあると思うんですけど、機種によってはアイソレートされてないパワーサプライもあるんで、そういうものを使う場合ちゃんと配線しないとグランドループっていうケーブルでできる輪っか由来のノイズが発生したり、デジタルの機材とアナログの機材を同じパワーサプライに繋いだ場合デジアナ混在ノイズというノイズの原因になることもあります。
と、ここまで供給方法とメリットデメリットを見てきたんですけど、どれも一長一短でデメリットがない供給方法がないですよね。とはいえデメリットがあるからといって電源供給をしないわけにはいかないし、それも含めて現状一番現実的な供給方法はパワーサプライになっています。なのでデメリットを極力回避するためにもパワーサプライ選びは非常に大事になってきます。ということでパワーサプライの選び方も見ていきましょう。続いてはこちら。続いてはパワーサプライの選び方を解説します。パワーサプライの選び方一つ目はフルアイソレートのものを選ぶです。以前電源の解説会をやった時はアイソレートされてるかは一つの選ぶ基準になる程度で話したんですけど、その時と比べて今はフルアイソレートのパワーサプライの選択肢がかなり増えたんで、もはやフルアイソレートじゃないと選ばないと言ってもいいと思います。というのが、確かにアイソレートされてないパワーサプライの中にもいいものもあるんですけど、先ほども話したようにそういうものは正しく使わないとデジ穴混在ノイズやグランドループ由来のノイズの原因になってしまいます。それがフルアイソレートのパワーサプライを使うことで何も気にしなくてもノイズの原因にならないというか、極端な話、誰が見ても汚いと思うくらい雑に配線してもそれらのノイズの原因になることはありません。続いてパワーサプライを選ぶポイント2つ目は品質がいいものを選ぶです。フルアイソレートされてればデジ穴混在ノイズなどの原因にならないとはいえ、品質が悪いものを選べばパワーサプライ自体がノイズ源になります。意見は皆さんから電源の人っていうイメージがあるみたいで、今でも電源関連の質問を多くいただくんですけど、その中でも圧倒的に多い質問が Amazon で3000円くらいで売ってるパワーサプライ買ってもいいですかっていう質問なんですよね。ですがこういった相場よりも極端に安いもの、特に中華製のパワーサプライは絶対にお勧めしません。実際本当にフルアイソレートが怪しい製品もあるくらいなんで、皆さんも買わないようにしてください。あとそれなりの値段で売ってても品質の悪いパワーサプライもあるんで、買う前は必ず Amazon やサウンドハウスのレビューを読んでノイズが出たと書かれるものは避けるようにしてください。続いて選ぶポイント3つ目は性能や供給電力で選ぶです。これは供給できるポート数はもちろん、各ポートが何ミリアンペア供給できるかとか、何ボルトの電圧で供給できるかも重要な項目です。というのが最近の機材の使用電力は様々で、電流は 100mA くらいで足りるものもあれば、中には 1A 以上の供給が必要な機材もあるし、電圧も 9V の供給がほとんどなんですけど、12V や 18V の供給が必要な機材もよく見かけます。あとポート数も使う機材に対して少ないものを選んでしまうと、追加でもう一つパワーサプライを用意しなきゃいけなかったり、アダプターを用意しなきゃいけなかったりと、手間もお金もかかるし、ボードのスペース的にもいいことはありません。そして最後にもう一つ選ぶ時のポイントは圧強めなものを選ぶです。大抵のパワーサプライの場合、供給できる電圧は 9V と書かれていることが多いですが、これ実際に測ってみると 9V ぴったりのものもあれば 9V 未満のものもあるし、中には新品の電池に近い 9.6V から 9.8V ほど出力できるのを売りにしている製品もあります。その中でできれば 9.6V から 9.8V 供給できるものを選んでください。といってもこれ優先順位としてはそれほど高くなくて、まずは先に解説したフルアイソレートされてるかとか、ポート数がいくつかとかを優先して、その中で圧強めのものを選ぶのがいいと思います。それとこれ絶対に正しいわけではないというか、機材によっては圧強めなことが故障の原因になることもあるんですよ。一番有名なところだとケンタウロスなんかは 9.2V くらいかけると壊れるらしいんですけど、圧強めなものを選ぶかどうかは使う機材と相談しながら決めることも重要です。ただね、これ一回騙されたと思って圧強めなパワーサプライ使ってみてください。特に歪み系だと顕著に効果がわかると思うんですけど、ほんと持ってる歪みペダルの印象ガラッと変わると思います。というか圧強めのものを使うことで買い替えようと思ってた歪みペダル買い替えなくていいやって経験した方たくさんいるんで、まだ使ったことないよって方はぜひ一度使ってみてください。きっとたった 0.8V の差でこんなに違うのかよと驚くはずです。とここまでパワーサプライの選び方を見てきたんですけど、ここまでの内容を覚えればもう電源の話は完璧というわけにはいきません。電源にはまだまだ気にしなきゃいけないことがあるんで、それも見ていきましょう。最後はこちら。最後はここまでの解説以外にも電源で大事なことを解説します。大事なこと一つ目は極性と電流電圧を間違えないことです。今皆さんの周りを見渡してみてください。きっとアダプタがいくつか目に入ったと思うんですけど、そのアダプタの電圧は結構バラバラですよね。中にはエフェクターと同じ 9V のものもあって、そのままエフェクターに挿すことができるものもあったと思います。ですが安易にエフェクターに挿すのはやめてください。というのがエフェクターの電源は家電や PC なんかと比べるとちょっと特殊で、家電とか PC ってアダプタの極性がセンタープラスなことが多いんですけど、エフェクターのほとんどは極性がセンターマイナスになってます。
これどうやら昔の設計の名残らしいんですけど、極性がセンターマイナスの機材にセンタープラスのアダプターをつなぐと一発で壊れるんで絶対にやめてください。と言ってもこれ、いやいやそんなヘマするやつおらんやろと思った方もたくさんいると思うんですけど、今でもエフェクターの故障原因ナンバーワンだったりもするし、なんならつい最近も発売して1週間もしないうちに極性間違いでメーカー送りになったってツイートを見たばっかりなんで、めちゃくちゃ多い症例です。あと極性は正しくても電圧違いにも注意が必要です。エフェクターの場合多くは 9V の供給が必要になりますが、ここに 12V や 18V のアダプターを突っ込むと高確率で故障します。中にはペダルの特性として 18V 突っ込んでも大丈夫ってものもあるし、先に話した通り高い電圧をかけると歪みペダルは音が良くなる傾向にあるんで、そういう噂を聞きつけてわざと高い電圧のアダプターをつなぐ方もいると思うんですけど、ペダルを大事にしたいなら安易に高い電圧をかけるのはやめておいた方がいいと思います。その点故障の原因になりにくい分、電流は間違えてもまだマシです。電流の場合足りなければ機材の電源が入らないだけだし、 9V300mAh 必要な機材に 9V1A のアダプターを繋いでも常に 1A 流れるわけではないんで、消費電流を下回らないように注意していただければと思います。あともう一つ、これは結構稀な話なんですけど、エフェクターって基本 DC 電源で動くんですよ。でも中には AC 電源で動くペダルもいくつか存在してるんで、 AC と DC を間違えないように注意してください。続いて電源で大事なこと2つ目は置き場所です。これはアダプタの解説の時少し触れましたが、近づけるとノイズの原因になるのはアダプタだけではありません。パワーサプライもものによってはペダルやケーブルの近くに置くとノイズ源になることもあるし、内部で昇圧してどうのこうのと書いてあるペダルも同様にノイズの原因になることがあります。なので特にボードの入り口付近、ケーブルや機材が密集しやすいところにはパワーサプライを置かないようにしてください。というのが 2,3 年前の常識だったんですけど、今はパワーサプライも進化してて、近くに機材を置いてもノイズが乗らないように対策してあるものがたくさんあるんですよね。なのでこういうところも含めてパワーサプライ選びって重要だし、対策されてるとは言ってもボードを組む際は極力密集したところに置かないのも重要になってきます。そして最後にもう一つ大事なことは、電源ケーブルをやたらめったら変えないことです。と言っても DK 自身やたらめったら変える方ではあるんですけど、結構変えるか変えないかの線引きはしてるつもりです。これ特に真空管アンプを使うとき大事になってくることなんですけど、音が良くなるとか言われてる電源ケーブルって確かに効果自体はあるんですよ。ただ真空管アンプに使った場合、ヒューズが飛びやすくなるとか、音が変わって全然そのアンプらしい音がしないって悪影響が出ることもあるんで、電源ケーブルを変える際は慎重になった方がいいと思います。あとアダプタも同じで、質がいいものに変えると音が良くなるというか、大幅にノイズが減るって効果があるんですけど、機材によってはスイッチング式限定のものもあれば、逆にトランス式限定のものもあったりするんで、ノイズが少ないから全部トランス式に変えちゃえとか安易にやらない方がいいと思います。さて今回の動画いかがだったでしょうか。今回は電源の話を改めて解説してきました。今回前回の解説よりより詳しく解説したこともあれば、逆に省略して解説したこともあるんですよね。なので前回の解説回と合わせて見ていただくと、より深く電源のことを知ることができると思います。あと電源の話ってこのチャンネルではいろんな動画で取り上げてるんですけど、それでもやっぱりまだ軽視されてる感じもするんですよ。まあ気持ちはよくわかりますよ。パワーサプライより新しいペダル欲しいですよね。でも電源を大事にすることで使わなくて済むお金もたくさんあると思うんで、ぜひ皆さんもこの動画を参考に電源にも目を向けていただければと思います。ではこの動画が面白かったよとか参考になったよとか、 DK が電源で試してみたいことって気になるな、まあどうせエロいことだろうけどと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録と高評価、 X のフォローもお願いします。動画作りの励みになります。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。